はい、こんばんは、フィンチチャンネルです。お久しぶりですね。今日はね、このフィンチ3分クッキングでもしようかなと思って、用意してるのはお酢とこれ白い粉、まあ塩です。で、今回料理するのがね、これアシンメトリー。今まで履いてたほやほやです。で、これの洗い方を今日はちょっと紹介したいと思います。僕らアパレル人間からしたら結構当たり前のことなんですけど、デニムの洗い方、まず必ず裏返す。で、アシンメトリーはポケットがいっぱいついてるから、他の服を傷める可能性とか高いんで、特にもう必ず裏返して洗ってください。で、ネットとか入れたりするのもいいです。で、これインディゴカラーなんで、デニム特有の色落ちがあります。必ずデニムって色落ちがするんで、これを色落ちをできるだけ止める方法を紹介したいと思います。極力デニムを長く、このインディゴの色、まあ経年変化で色落ちしたらいい味にはなってくるんですけど、まあ極力色落ちせん方が好きよっていう方はこれをしてあげたら結構色落ちせずに長く着れます。まず使うものがお酢と塩と、まあこういうバケツですね。水今ちょっと適当に半分ぐらい。まずお酢を、僕の場合アバウトです、大さじ1杯ぐらい、1杯2杯ぐらいかな、このぐらい。うん、酸っぱい匂いがする。で、塩をもう同量、大さじ1杯半ぐらいかな。結構水多めなんで、これをよく混ぜときます。溶かします。本当はね、ちょっとだけぬるま湯でやってもいいんですけど、まあお湯で洗えば洗うほどデニムって色落ちがするので、ちょっと水で、時間はかかるんですけど水でやります。全然味せんけどね、こんぐらいじゃ。もう浸しとこうかな。こんな感じで、この中にデニムをザブンと入れます。お酢と塩と水です。お酢、塩、水。お酢、塩、水でこう、こんな感じで、あとは染み込んでいくのを待つだけ。結構今ガンガン染み込んでってるんで、で、なぜお酢と塩かって言ったら、デニムのインディゴっていうのが、言うたら油分なんですね。インディゴって油なんで、それを、お酢でコート、お酢と塩でコートをしてやると、中性洗剤のアルカリ性を中和してくれる役割があるそうです。なので色落ちがしにくい、もうコートしてくれるから、定期的にね、定期的、どんぐらいだろう、まあ半年1年に1回ぐらいこういうことをしてやったら、色落ち度合いが減ってくる。まあインディゴカラーが好きよっていう人、もうこの色を長く履きたいっていう人はこうやってするのがおすすめで、これをつけ終わって、まあ汚れと染料がバーッと浮いてくるんで、だいたいね30分から1時間ぐらいかなはつけてもらって、つけた後にそのまま、裏返してネットに入れるなりして洗濯機で回す。で、陰干しですね、基本の陰干しをしてもらったら完成です。
本当これをするとせんのとは僕も何年ぐらい前だろう、20年ぐらい前に知ったんですけど、この方法を結構僕の中で常識やったのを人に言ったらそんなん初めて聞いたっていう人が多かったんで、まあ一回試してもらえて、時間のある人は試してみてください。でどのデニムもいけるんで、でデニム以外、例えばスウェットのインディゴのパンツとかそういうのもうち、フィンチの商品だったらフェルナンディナとかの黒ブルー、それもこれができますんで、色落ちがしやすい、アパレル、まあ服ですね、色落ちの しやすい服とかには効果的ですので、ぜひぜひこれしてみてください。で1時間したら洗ってください。はい、これで全然違いますので、お試しを。